はい、それではロマンシングサガ2の続きやっていきたいと思います。前回大学をね発注したので、まずは大学を作っちゃいましょうというわけで、どうしようかな。とりあえず修行に行くか。大学ができるまでにね15回ほど戦わなきゃいけないんで、あ、そうか、ちょっと待ってね、術がなんかできてないかな。結構頑張ったんだけど、フレームウィップとかないかな。ないか。合成術もね本当に欲しいもんに絞りたいから、血って誰だっけ、オラリスかな。まだか。じゃあちょっと術を上げなきゃな。ってなると砂漠に行くのがいいの か、 だか砂漠はちょっとリスクがあるからな。いっか、とりあえず近場にするか。結構やばいねこれでも。オーガどうしようかな。セルフバーニングでもするか。で、オーラリスは足絡めでもして、フランクリンはどうしようかな。まあ修行だからとりあえず残像剣でいっか。で、マゼランが念のために止めて、アガタは、アガタがいつも困るんだよね。まあ骨砕きしとくか。早いな、オーガに先制されるって。ちょっと待って、やばいんですけど、やばいんですけど、ちょっと怖っ。そっちに行ったが強いな、やっぱ残像剣強いな。技術点しょぼいか。やっぱりもうちょっと強い敵が。ドビーか。フランクリンが残像剣すると本当に死ぬからな。普通にスバイハンダーでなんか技を覚えてもらう。てかミサイルガードしないとまずいか。まあそうだよね、ミサイルガードしとけばドビーは無力化できるから。弱いな。でもいて、誰に行くの。多分これゾンビに行ったね。まあいいや、ボディって技術点どのぐらいあるんだろう。そうだな、とりあえずじゃあファイアーボールしとくか。でフランクリンはまあどうせもう何も覚えないだろうこいつらじゃ。なんか攻撃してみる。まあいいや、この人も土をあげよう。でまあどうしようかな、この辺でお茶を濁すか。あ、そんなことするんだ、弱っ。まあ所詮ねホブリンだからな。よし、じゃあもうあとは適当にやっちゃおう。まあこんなとこでいっか。ちなみにですけど、術研究所で覚える術が増えるのは個人レベルではなくってマスターレベルっていう隠しステータスなんですよ。なので知の術のスキルがめっちゃ上がってるとしてもマスターレベルが低かったら増えないんですよね術は。まあこんなとこにするか。マゼランは不動金縛りでこいつを縛って
て、アガタもこいつをやっとくか。オーガ素早いな。あらやばい、ベルセルクはちょっとやばいけど、死んじゃったか。ちょっと待ってくれ、そっちに行ったか。まあいっか。じゃあ元気と水で回復するか。よし、パンチ強っ。マゼラン普通に強いっすね。ちょっと待って、ちょっと待って、みんなちょっと巻きつきっす。お前らほんとちょっといい加減しろよ。でこっちに行くか。こうしとくか。よし、王が素早いな。意外と意外と素早いですね、王が。本当にまだいけるだろう。ちょっとちょっと、君たち何をちんたら走ってんの。足がらめ、フランクリンもまあで、マゼラはまあ不動化縛りですね。こうだな。いて、やばいやばい、くそ、フランクリンばっか狙いやがって。狙いすましたかのようにフランクリンを。とりあえずこれでオーガが止まってくれればだいぶ楽になるな。よし、じゃあファイヤーボールでこいつやっとくか。混合力でも使っとこう。フランクリンじゃあ自分で回復するか。でマゼランはそうですね、斧技をなんか、あ、喝殺は無理か、オーガでは無理か。多分なんか覚えるかな。あ、そんなこと、まだまだ弱いですね。まだまだ皆さんの術は弱いな。まあしょうがないか。よし、まだ痺れてるね。であればライトボールでも使っとくか。でフランクリンが切ってなんか覚えるかな。よし、あとはこいつだけか。とはいえね、技術点が低いからな、今一つ効率が良くないな。やっぱ砂漠に行くのがいいのかな。砂漠がいいかもな、もしかしたら。よし、上がったけど、ちょっとまあ一旦止まりがあったら確認しに行くか。どうかな、結構15回って長いな。よいしょ、まだか。個人の術レベルが上がってなくてもマスターレベルは上がってる可能性があるからな。こうやって地道に確認するしかないね。まだですね、多分まだまだなんだろうな。ちょっと今回土は上げときたいんだよな。光の壁が欲しいんですよ、合成術のね。光の壁とラピッドストリームはもう鉄板ですからね。というかラピッドストリームが強いんだよな。ラピッドストリームは必ず先制攻撃ができるっていう陣形なんで。まあ一旦セーブはしておくか。
大学の建設でだいぶ金使っちゃったから、もうお金も全然ないしね。いや、やっぱ行くか。砂漠の方が効率がいい。お前らじゃないんだ。赤いやつ、赤いやつと会いたい。あ、移動庫があるな。いたいた。お前だよ。おい、こっちこっち。ちょっと、なんで逃げてくの？恐れをなして逃げるのか。ちょっと、よし。とりあえず、回復しないとまずいな。で、多分誰か死ぬんだよな、基本的に。とりあえず、霧隠れは使っておくか。フランクリンが死ぬとまずいから、いや、だったらこの人は、この人は自分にかけるか。フランクにはじゃあ空圧波を使っておいて、マゼランは、マゼラン自分で回復しとくか。で、アガタはじゃあフランクリンにかけよう。うっと、こいつはまずい。ちょっとやばいな。ちょっとやばいぞ。とりあえず、で、どうしようかな。どうしようかな。あー、マッドバイターは一応かけるか。で、ポラリスが、ポラリスはね、じゃあちょっと土あげたいから、で、この人はこれで攻撃して、マゼランが回復し、マゼラン回復して、上がったらライトボールで暗闇にする？それか、骨砕きかけるか。オッケー、間に合った。間に合ったけど、ちょっと心もとないな。若干心もとないけど。聞いて？聞かないか。いってぇ！くそ。ポラリスが回復、いや。ポラリスは自分回復するか。フランクリンってマゼランが生き返らせよう。とりあえず骨砕きをしてもなお200とか食らうのか。それはまずいですね。全然効かないな、マッドバイター。そうか。だったらしょうがない。セルフバーディング。フランクリン回復しないとまずいか。で、アガタを回復しよう。で、アガタは、陛下を回復しよう。死んじゃったよ。クソ。やっぱ効率はいいけど、もう邪魔邪魔。くそ、お前なんかどうでもいいんだよ。くそだ。とりあえずじゃあ、まあ骨砕きでもしとく。こんなとこか。それでも強いな。よし、とりあえずこれで攻撃力が下がってるから、マッドバイ、よし、効いた。これでだいぶ楽になったな。外してるし。なんで外すんだよ。じゃあ、こいつらじゃ何も覚えないよな、きっと。適当に切るか。まあ多分適当にやってりゃ死ぬだろう。よし。
で、もういいんだ。もう俺は帰りたいんだ。あー、くそ。やっちまった。やっちまった。帰りたいのに。帰りたいのに。もういいんだよ。そんなこといいんだよ。よし。やべえ。やべえ、ちょっと。くそ。雑魚が。どうすっかな。ライトボールでもするか。もういいや。残像剣使おう。めんどくさくなってきた。いて、よりによってフランクリンを。くそ。なんかよりによってフランクリンをやるとはな。まずいな、残像剣が。効いた、よっしゃー、オッケー。効いたから、ちょっと待って、気をつけよう。こっちだ。ふぅ、危なかった。多分まだできてないよな。こっちか。ふぅ。もうちょっと徘徊するか。こっちの方がいいかな。赤蛇。いたいた。いたいた。オッケー。とりあえず霧隠れとか小手先のことやってもあんまり意味がないかな。とりあえずまずは回復するか。でマゼランは一旦ちょっとフランクリンを回復に回って、こんなとこかな。よし、オッケー。アガタは見切ってるからね、地裂劇を。で、よし。とりあえず、あとはマゼランだけか。マゼランを回復しなきゃいけないんだけど、どうしよっかな。マゼラン自分で回復するか。で、アガタは、そうだな、天も上げたいんだよね。早いとこソードバリアを作りたいからな。よし。いて。くそ。あと、どうしようかな。骨砕きかけるか。まずいな。ロブオメン。これやっとくか、一応。で、ポラリスは、いや、ポラリスはとりあえず、こうやっとくか。で、マゼランが回復に回ろう。で、骨砕き。あー、そっち行った。くそ。大剣技あんまり覚えないのかな、フランクリンは。もしかしたらそうかもしんないな。じゃあ持っててもあんまり意味がないな。ファイヤーボール。いや、あ、シムルグは後ろにいるから大丈夫か。じゃあこいつからやろう。足絡めしてもあんまり意味がないけど、めんどくせえからこれやっちゃうか。で、どうしようかな。足絡みでも使うか。OK。いて、いて、そんな食らう？そんな食らうの？やべ。舐めてたわ、超音波。またもうちょっとかな。
もう2、3戦やったら帰るか。で、まあそれでできてなかったら、あの近場のゴブリンの巣で修行すればいいか。あ、赤蛇があっちに行っちゃった。赤とやんないとあんまり意味がないからな。よし。とりあえず回復に回らないとな。この人はクワッカやって、マゼランがフランクに回復に回って、アガタは、こうかな。あー、そっち行ったか。あ、でもスタンしなかった。やる。マゼランやる。外しやがっ、なんということを、外すなんて、外すなんて、フランクリン、フランクリン。いや、マゼランは自分で回復しよう。とりあえずライトボールして、ちょっとフランクリンさん脳天割りで、ザッ、最悪、最悪ですね。くそ。とりあえず暗闇になったから、寝ないか。あー、しょうがねえ。足がらめ、足がらめはまあ適当ですよ。どうしようかな。この辺で骨砕きしとくか。うーん、怖っ。え、かわいそう、かわいそう。当たってないのに。ちょっと今のはさすがにかわいそうですね、サンドバイター先生。当たってないのにセルフバーニング効いてるっていう。マゼランにしとくか。で、どうしようかな。マゼランもセルフバーニングとかするか。いて、意外と素早いんだよな。お、短冊切り、やったぜ。うん、やっぱフランクリンは剣ですね。ていうか、そうだよ、俺確か剣を覚えてほしいからフランクリンを起用したんだった。忘れてたよ。どうしようかな。じゃあとりあえず、いや、もうとっととやろうか、こいつは。とっととやっちゃおう。いて、クソが。よし、死んだかな。よしよし、強いね。うん、だいぶ火力も上がってきたね。ちょっとこう、あ、嘘でしょ、こんな時に限って。おいおい、今はいいんだよ、今は別にいいんですよ。あなたは呼んでねえ、今は呼んでねえ。そっちに行ったか、そっちに行ったか。まあいいや、とりあえず。まあでもだいぶ安定してサンダーバイターともやれるようになったな。前はほんとガンガン死んでましたけどね。だいぶ死ななくなってる。で、ポラリスは土やって、つむじ風とか覚えてくんないかな。とりあえずだからライトボールでしとくか。ライトボールやっぱいいよね。暗闇がさ、こういう脳筋系のやつには本当に効く。聞いて、よし。暗闇になっちゃえばだいぶ楽なんですよ。
で、回復はまだいっか。まあ骨砕きでもしとくか、一応。で、まあとりあえず、風も上げる。一応水も上げるか。水も早いとこ上げたいからな。嘘でしょ。お、やった。狙い通り。狙い通りつむじがすごいだぞ。あ、でもちょうどよかったね。ナイスタイミング。まあいっか。短冊切りからは派生しなかったよな。もう一通り覚えたい技は覚えたな。真空切りはさすがに無理だもんね、確か。まあじゃあフランクでも術上げに回るか。こんなとこかな。よし。やっぱ技術点美味しいな、サンドバイター先生。そろそろできてるかな。ちょっと一旦アバロに帰るか。いや、なんだかんだで30分やってんだよねこれ。本当はもうちょっと先に行きたかったけど、まあしょうがないですね。一応次回の予定は、あれですね。地上戦艦。地上戦艦の七英雄、ボックオンをやっていきたいなと思ってます。まあボックオンは多分、我々でも勝てるでしょう。大した敵じゃないしね。で、これは果樹園でしょ？あ、まだか。もうちょいなんだな。ちょっと大学ができるまではやるか。で、ぼちぼち新しい術とか増えてたりしないかな？まだか。マスターレベルがまだ低いんだな。まだか。天は？太陽光線は前からあるからね。よし、じゃあ一応止まって、止まるほど消費してる？まだいけるか。まあセルフバーニングでもしておいて、足絡めでもやっておいて、もうめんどくせえから残像剣やって、不動金縛りやって、ライトボールでもするか。強いな。健康なのに外すってたまにあるんだよな、そういうことは。どう？まだできてないか。でもそろそろ15回ぐらいやっててもおかしくはないんだけど、まだか。もうちょいかな。まあいいや、適当にやったらいいかな。残像剣があれば負けないだろう、ほぼ。てか素早いな。素早い。なんて素早い。まあ別にこんなことしなくてもよかったな。どうせ残像剣で死ぬんだから、術を使えばよかった。しまったね。
てか、棍棒とかいらないんだけど。もうぼちぼちできてても。よし、できてる。よしよしよし。じゃあ、ちょっと待ってね。ちょっと予習してくるわ。まず、帝国令772ね。うん。で、あとは、今の収入。今の我が国の収入を確認しよう。18600。OK。はい。今調べたことがテストに出るんですよ。っていうのは大学がね、まあ、できたはいいんですけど、入学希望者が全然いないんですね。なので、皇帝陛下自らが大学生になるという、ちょっとよくわかんないことをするんですね。はい。なかなか学生が集まりません。そこで陛下、陛下へ入学していただくと、学生が集まってくると思うのです。いかがでしょうか？うん。では陛下、入学したからには、この大学の決まりに従っていただきます。試験に合格するまでは、大学から出ないように。では、準備ができたら、私のところに試験を受けに来てください。はい。じゃあ、試験を受けましょう。はい。これは、これですね。これわかんねえよ。これロックブーケですね。これは土ですね。で、これはソウルスキルですね。おぉ、わかんねえ。これは分子分解。バッファロー、リンクス、ウォッチマン。これはウォッチマンですね。で、これはボックオン。で、これ。オッケー。はい。合格してから、一旦外に出ると、あら不思議。もうこんなに学生がいる。で、私の目的はこっちです。君、名前は？みんなが真面目にやってるのに、君はこんなところで何をしているの？資源と言います。緊張していると、いざというときに、緊張していると、いざというときに力が出ないでしょう？頭も同じですよ。いざというときのためにリラックスしているんです。なるほど。妙に説得力があるね。じゃあ、どういう時がいざという時なの？七英雄が全て倒されて、皇帝陛下の力がなくなった時、その時が私の働く時です。今は陛下の力と大臣たちの働きで国が動いています。しかし、七英雄を倒すという目的が達成された時、その力はどこへ向かうのでしょう？陛下の力に頼ることに慣れきった人々は、どうやって生きていくのでしょう？人々が自分で自分のことをする、そんな国を作らねばならないのです。私の能力はそのために使いたい。ただサボっているわけではないよね。どう？その力、七英雄を倒すためにも使ってみない？構いませんが、リラックスしすぎていて役に立たないかもしれませんよ。